こんにちは。ミルツァです。ヨーロッパ内のですね、移動手段、今一番最適なのは、列車です。列車です。で、列車をですね、予約するにあたって、大きく分けて2つありまして、レールパスを利用するというパターンですね。で、レールパスも大きな範囲をほとんどのヨーロッパの国をカバーしているものから、2カ国とか3カ国とか、をカバーしているもの、1カ国だけとかいうのがありますので、その辺は旅行の内容によって、適当な適切なですねパスを選ぶということが重要になってきます。もう一つはですね、そんなに移動しないけど、旅行期間中に3回だけ移動するとか4回だけ移動するとかいうのをプランの場合はですね、もう区間乗車券ですね、あと指定券の早割チケットを買われた方がいいと思います。で、早割チケットだとですね、早割とか、あとキャンペーンのチケットですね、こういうのですと、通常運賃の半額以下っていうのはもうほとんどですので、早めに予定を決められてですね、その該当の、チケットが空いてる時に早く押さえた方が非常にお得になります。あと時間帯によってはですね、食事がついてたりとかいう、そういう楽しみもあります。それから登山列車とかですね、あとスイスの、チョコレート列車なんていうですね、期間限定で運行する面白い列車等もヨーロッパたくさんありますので、ぜひご利用いただきたいと思っております。で、さっきも言いましたように種類がすごく多いので、あと空席状況も日々変わりますので、ぜひこれは旅行会社に相談された方が一番いいと思います。当社ウィルツアーでも、扱っております。九州発着の航空券とともにですね、お問い合わせをお待ちしております。よろしくお願いします。